こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は中国製の偽物を販売してしまったと、そういうふうに疑われた時の対応というか、疑われないための対応ですね。まずこちらの記事を見ていただくと書いてあるんですが、そもそもね、あなたの商品偽物だとクレームがつきましたと。今後販売させません。このクレームですね、メイドインチャイナって書いてあって、ひどい商品が届いたと、そういうクレームを受ける人はですね、フィリピン、あるいはインドの、サポーターです。メイドインジャパン、ね、日本製じゃねえじゃねえか、中国製だ、それ冗談みたいな話なんですけど、本当にそれで偽物だっていう判定をしています。ただ、アカウントを削除する権限を持っている人はですね、そういう間違えて、メイドインジャパンじゃない日本製の日本メーカーが作っているおもちゃは、メイドインチャイナだというのはね、分かっている人も当然、います。だから、偽物疑惑にかかったにもかかわらず、すぐにはアカウントが削除されないと。ね、あまり続かなければ、逆に3つ以上その疑惑がかかっても無事販売できるのは、販売させてないけど、本当はね、本物が、何かの間違いで偽物判定したっていうのは分かってるからです。ただそうは言っても、ね、せっかく売れてる商品が売れなくなったらもったいないんで、なんとかそういう疑惑かかんないようにしたいと。まず商品選び、ね、気をつけるのは、もちろんいいんですけど、おそらく最近の傾向で、あるのがですね、輸送と梱包の問題です。フィギュアのね、ブリスターパックのものを袋に詰めて送ったら、何かの下敷きにされたりね、投げた時にボロボロになっちゃうのは当たり前です。ただ最近そういう送られ方をどうもしてる傾向があります。それと、箱に入っているもんでもですね、箱に詰めておくとほしいですよね。それをなぜか袋詰めで送っている場合もあります。これね、Amazon では、袋に詰めろとか箱に詰めろとかね、全然教育してないようです。別に、届きゃいいんだろうと。ね、面倒が、手間が少ない方の送り方で送ると。あるいは袋で送った方がね、経費の節減になって会社のためになるんじゃないか。どういう理由か分かりませんけど、日本人の常識だと袋で送るのまずいものを袋で送ってます。そこでその対策なんですが、全商品ね、いきなりそれで切り替えて受け付けてもらえないと怖いんで、ブリスターパックね、上乗せたらべちゃって潰れちゃうようなパック、あるいは、高額な商品、ね、その高額で、これべちゃっといっちゃったらまずいなというような商品、次回納品する際、何か一つですね、箱に入れてから送ると。ね、箱に入れて送るって、なんだいそれって感じなんですけど、普通に商品の箱ありますね。そこにさらにこういう、新品の箱買ってですね、この箱がおすすめです。B5 でサイズが3段階になるのがおすすめです。この箱に商品を詰めて、閉じた上にですね、バーコードシールを貼って納品してみてください。日本アマゾンの案内だと、壊れやすい商品はそうやって納品しろっていうふうに言ってるんでですね、おそらく問題ないはずです。ただ、例えば物によってはね、元々の商品の体積が倍ぐらいになりますんで、置くスペースを取ります。だからね、もしかしたらアマゾンからクレームがつくかもしれないんで、一気に全部じゃなくて、とりあえず一つ試してみると。で、問題なかったらね、三つに試してみるとか、10個送るんで10個全部これで送ってみるとか、いう形で徐々に増やしていって、何も梱包しないでね、いきなりこの上にベタって、伝票払えて送っても大丈夫のような納品をもうした方がいいだろうと。自己発送するのもいいんですけど、そもそもね、自己発送だと価格勝負で高く売れないです。
それと、やっぱりアマゾンでね、自己発送っていうのは、ちょっとあんまり競争力がある、もんでもないですし、発送もめんどくさいですし、EMS の送料を個別に送ると合わない商品も多いんで、まあ、この形でですね、納品ができるんであれば、この形で FBA に納品した方がいいと。で、もしこの形が弾かれちゃうんだったら、ちょっとね、今の様子を見てると、100ドル超えるようなもの、あるいはね、ブリスターパックで潰れちゃうものを FBA で売るのは危険だなと。そういう商品についてはね、自己発送じゃどうせ売れないんで、eBay に切り替えていかなきゃまずいかなという気がしています。そんなわけで、これは必須じゃないですけど、返品でね、ちょっとね、悩んでるというか、面白くないというか、どうやって返品減らしたいなという方はね、この形を使って納品してみてください。もし、納品する前に、この商品で使っていいかなと迷うようであれば、事前にこの商品を、この箱で納品して送りますというのでご相談ください。まあ、これがうまくいけば、ライバルは返品食らってね、アカウントの状態悪くなってカート取得率落ちてんのに、一手間かけてこの納品をしたことによって、問題なく送れてるという形になるんで、かなりおすすめの方法です。間違えても中に宣伝とか入れないように、開けられて中に宣伝入ってたらね、一発でアカウント削除されますんで、余計なものは入れずに商品だけを、梱包して、この形で納品してみてください。それではまた。この件についてはですね、実行してた内容の、リサーチ、あるいは、テスト結果、どんどんご報告していきます。お試しください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。